はり得点と同様 の、 あの次の、ね、チャンスにつながるようなあのプレーが生まれるので、そして今森がいいパスで打たせたんですが、はい、シュートは決まりませんでした。隅野また来たスリーポイント、三ツ原も手を伸ばしながら、そしてロングパス通る、隅野、隅野シュート、まずは立ち上がりいい形で3円がスタートを切りました。それに対して前が空いたところで鳴らしていくが、隅野スリー、難しい動きからでしたが決めます。まずはその隅野、またこの第4クォーターも決めてきました。これも決めてきます、隅野で、西田からトップの位置、昨日大活躍の隅野、今日最初のショットを決めました。ガードナー外にボールが回っている、ドライブしていって隅野、いやーうまく決めていきました、はい、ガードナーとニック名誉がやり合っている、ただ隅野がここがタフショットになった、あっとついついバスケットカウント、手が出てしまいましたね。もう一度長野に戻す、ガードナーがゴール下に飛び込んでいきました、キックアウトのパス、よくボールが回って隅野のツーポイントシュート、どうだ、決まりました。ミスマッチを使っていって寺島、あ、キックアウトのパスが通らない、コリンズバスがプッシュしていって渡したのは隅野、レイアップ決めていきました。キックアンドロールに持っていきます、ガードナーは高い位置、隅野と西田のコンビネーション、隅野に出していったファウルをもらった、バスケットカウント、エサトンのしか5秒というところ、スリーを打ってくる、ただしかしこれが落ちました。ただこれはターンオーバーの回し上でいった、一つ詰めて終わりました、詰めて終わりましたが、またスリーツーですね。そうですね、スリーツーですね、今日は結構スリーツーの時間帯が長くなっています、はい、さあスリーで決めてきた、ここをスリーのマッチアップが変わりました。宇都宮は変わってないんですけどね、そうですね、はい、三河の方が変えましたね、まあ、そういう意味で、その比江島にチェックに行くんだぞという、そうですね、そういう部分があると思いますね、はい、そうですね、はい。